はい、こちらがキアヌ・リーブスとあった浅草のドン・キホーテ前です。こちらぶらぶらキアヌ・リーブスが歩いてきました。僕はこの弁当屋がいつも好きで気に入って浅草に来たら利用しています。弁当250円から買えまして、コロッケ25円など単品もかなり安くなっています。浅草に来ることがあればですね、ぜひお弁当はコンビニで買わずこちらで買うのをおすすめします。もしかしたらキアヌ・リーブスもラーメンだけじゃなくですね、こういう日本的な弁当を買いにこちらをブラブラしてたのかもしれません。以上、浅草からお送りしました。